ままたおお昼からよろししくお願いします全然関係ないですけれども、この,あの神の愛っていうとても芸術的だなと思いました。この愛っていう字を見ていてねあの、心に久しくて書くじゃないですか。でもこれを見ると、えっとね、これ、友に見えません友。これが必ずと思いますね。必要な イエススキリスト私たちに必要な友と読めたのでおおすいません全然関係ないことですけれども最初にですねあのー、私の教会のチャーチスクールのビデオを最初に紹介させていただきたいと思います。どういうことをやってるかっていうことを最初に見てください。 ありがとうございます、えー。皆さんにクイズです。私の教会は人口どのくらいのところの教会だと思いますか。サヌキ市なんていうところは、まあ、新しくできたんですけれども、サヌキうどんのねサヌキ市ですけれども、サヌキ市で5万ぐらい、でも私たちが住んでるところは人口6千何歩ぐらいの田舎のところなんです。 えー、本当にこう大きいかちっちゃいかっていうのは本当に関係がないと思いますで今日あのクリエイトの,あのチャーチスクールの必要性っていう題名ですけれども絶対にチャーチスクールを作れとかそういうふうなメッセージではありません、えー、実際今の時代に必要があるんだ教会がある面に立ち上がる必要があるんだということが伝われば良いかなと思っていますじゃ一言お祈りしますねイエス様 午前に続き、また昼からも、チャーチスクールの今度は必要性について語らさせていただきますけれども、天の父様、あなたの御心であるならば、どの教会でも可能だと思います、また御心でなければ、また違う形での栄光の表し方があります。どうぞ、一つの事例にすぎませんので、えー、きちっと咀嚼されて、本当に神様の導きにそれぞれがお従いできるように助けてください。 神様に栄光します。主の皆さんの,あのパワーポイントが見にくいんですけれどもこれ実はですねあの津田の松原って教会の近くにある有名な松原がありまして松の木をあの背後にしてあるんですね。それはなぜかっていうと皆さんこういう言葉を聞いたことがありますか 私がです、ね、あの学校の教師になろうと思った時に1年間浪人してる時にです、ね、友達がですねその中でも低学年であるがあるほど過疎性が大なんだってね彼が言ったんですねいや過疎性って何よって過疎性っていうのは小さな時に受けた影響が大きいという意味なんですね。 松の木はだいたいまっすぐありません。こう防風林として置いてあるので、ちっちゃい時にこう風で曲がるんですね。ただ、そのままの形で、こう大きくなっていってるんです。ですから、あの、まあ、人生も同じで、小さな時に受けた教育価値観っていうのは。一生涯、こう変わらない。ですから、三つ子の魂百までもって聞いたことがありますか。なんかね、つい最近、あの、テレビを見てたらね。プーチンは大統領ではないっていう、誰か、あの。 解説者が言ってました。彼は KGB の考え方が抜けていない、まあ、要するに昔受けた考え方っていうのが大統領になっても抜けていないんだっていうことを発言していました私はこの「仮想性が大」という言葉を聞いてあだったら小学校の先生になろうと思って小学校家庭の美術科に行ったんですね。 でも中に入って美術が楽しくなってじゃあ免許を覆面を取ってですね中学校の美術の教師にならさせていただきました今日覚えてください鍵となることは仮想性が大ということですね影響力が大これがとても鍵になります時代はどんどん変わりますもう私たちの時代と皆さんの時代はかなり違うと思います今聞いた話によると皆さん子どもたちって 親,親の付き添いとかね集団登校以外には登校できないんですかこの地域はどうですかうちの,あの地域ももうそうです。集団登校か親がついていかないと危なくてできない時代ですここら近所もそうですかあここら近所はまだ大丈夫ですかじゃうちが都会かなと。いや都会ではないんですけれどもまあでも本当に時代はどんどん変わっていっています。 で教育はもちろん大切です。それも、幼ければ幼いほど、これを過疎性大と言いますけれども、一生が影響を与えるからです。進化論を土台とした公教育以外の教育の選択はないのでしょうか。要するに、神を認めない、キリストを認めない、聖書を認めない、進化論です。神様に頼るよりは、自分の力で何とかする、進化論です。そして 学校を選択するっていうのは私たちには与えられていません。そのの地域の学校に行かなななければならないということは先生方も選ぶことはできません。これはもう現実ですね。でももし想像論の土台として生きた信仰を教える学校が存在するとしたらもし選べるとしたらじゃあ誰が作るんでしょう 学校を作るなんて簡単じゃないですよね。こんなんどこでもできる話ではないと思うかもしれません。でも学校イコール大きくしなければならないという考えでなければひょっとしたらできるかもしれないという今日はお話なんですね。でもう一つ大切な見言葉がありますので、えー、今日はパワーポイントに入ってないんですが、お読みします。使徒行伝の13章の36節。 ダビデは彼の生きた時代に神の御心に仕えた後死んで先祖たちの仲間に加えられ朽ちて滅びることになりました、えー、まあこの中に学校関係の方もいらっしゃると思いますうちの教会にも学校関係の方たくさんいらっしゃいます、えー、ダビデはですね彼の生きた時代に主の御心に仕えたとありますですから昔はこうだったよ というのはいいんですけれども今の時代に合っているかどうかっていうのは絶えず教会のありようも学校のありようも考えなければならないと思います。でもひょっとしたら今日本の学校でたくさんの不登校の子また引きこもりの子またはぐれてしまう子が多いっていうことは何か時代に合わない今の時代にはもう古くなったやり方をやっている可能性はあるのかなと思います。でも 誰も学校を作ろうなんて考えませんよね。私も考えませんでした。で、2箇所あの、朝読んだ御言葉をもう一度拝読させていただきたいと思います。えー、1番目、イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。これは午前中にお話をしました。大切なのは、子供が神様に私は愛されていると。 親やまた人々から愛されていると感じることです知ることではありません感じることです、まあ、このために教育があると言っても過言ではないと思います2番目今日の中心になりますけれども若者をその行く道にふさわしく教育せよそうすれば年老いてもそれから離れない皆さん日本は教育で成功した国だということをご存知だと思います江戸から明治の間の間不国兵 理論のもと、教育こそが国を変えるということで、成功した国なんですね。ですから、教育の神話っていうのがあります。どのぐらい成功したかっていうと、日本で福音を語り。私たちが一生懸命明かし伝道をしても、イエス様を信じないというぐらいに成功しているんです。それはですね、ここにありますように、年老いても離れないっていうのは。若い頃にしっかり進化論の。 価値観を植え込まれたその土台がが揺るるなないいででんすもちろん喜ぶのは神ではありません悪しき力が喜んでるわけですけれどもということはそのしっかり土台さえ、まあ、すればですね一生涯主を愛し主に従い本当に主を恐れる幸いな人生を送る子どもを育てることができるということなんですね。これはすすごいい鍵だと思います これを生薬聖書で見ますと、えー、その行く道にふさわしい教育っていうのは個々のたまも、あの英語ではギフトですねそれぞれのタランとたまものそして天文弁と、えー、まあ特性と言ってもいいかもしれません神様がその子に与えた特性天文使命それに沿うように教育することが聖書でいうふさわしい教育なんですねそうすれば 何歳になったとしても例えば日本の教会ではですねなかなかこの聖書の価値観を受け入れられない土台を持っているということなんですね。でも小さな時にちゃんと良い土台を据えればずっと一生涯主を恐れ主を求め主の祝福や恵みの中を喜んで楽しんで生きることができるんですね。 過疎性の高い時にモーセの両親のように神を恐れ、御言葉に従うようにすり込むことができる、今回、3週間里子を受け入れたんです。もう食事の時、何をするにもですね、あの清い心という今、賛美があるんですけども、それを聞きながらね、そしてお祈りをして、いつも祝福をして、3週間過ごしました。3週間目にはですね、もう賛美を歌いながら踊ってるんですよ。 本当に若い魂って入るんだなってもう今親のもとに帰って連絡がないのでうまくいってるんだと思いますでも本物の愛本物の祝福っていうのは多分一生涯何があったとしても私は忘れないものだと信じますそのぐらいまあ土台が大切なんですねで今日一つ皆さんに問いかけたいのはですね 多分ね、石川県を見ていてもとても保守的な県のような感じがします香川県はもっと輪をかけて保守的です新しいことや何か目新しいことや人と違うことをものすごく嫌いますでも多分この教会が大きくなったっていうことは人と違うことをなさったからのような感じがします で人と違ういうこと、まあ、いうこと、違ううういいここ枠を超える勇気はいりますけれども信仰はいりますけれども神様の御心だったら、それはでできると思うんですね。またどんなに小さな教会であったとしても、まあ、今日お話を聞いていったらわかりますけれども大きな教会学校を作るのではなくて今本当に学校に行けない子たちや困っている子たちがいるっていうことを知って受け入れる場所になることができます。 教育と福祉の世界ではです、ね、教育をやろう私学を作ろう福祉をやろうと思ったら軽度の要するに福祉であるならば重度の人の施設を作ると大変だと言われていますだから健康なより健康に近い人の施設を作ったら運営できる教育も一緒ですまあ頭のいいって言いますか優秀な子を集めてすれば経営は簡単になります でもイエス・キリストの心って案外その逆だと思いません大変な最も重度な親も見捨てるような子を受け入れるような施設を作る私の一人の友人が施設を作りましたけれどもその考え方ですひょっとしたら教会も罪人が来る手を焼くような子を受け入れた時にその子がキリストに出会って変えられていくという物語 私のチャーチスクールは16年ですけどもそれを見てきたなってこの準備をしながら思いましたただ皆さんがチャーチスクールをもし始めるときにいろんな考え方がありますからたくさん集めるまた優秀な成績で卒業させていくっていう戦略もあると思いますでもその逆に一人でもいいんだ一人の人生が変わるんだったらそれに仕えていくという考え方もあります でもどちらにしても教育を始めるときに大切な考え方はゴールから考えるとというこです。何がゴールかってことですね。教育っていうのは常にゴールから考えていきます。そしてまあお子さんが与えられてですね朝のお話もさせていただいたようにライフサイクルですから子育てのサイクル。 季節っていうのはだいたい十年十五六年から二十年の間に終わってしまいます。これを図に書くとですね、こういうことになるんですね。教育っていうのはいつもゴールから考えられています。日本の国は将来の日本の国民を作るためにそこから教育を考えていっています。企業は企業で自分の会社に合う人を教育していきます。 私たちはどう考えるかというと頭のいい子を作りたかったら進学校にやるでしょう芸術的な才能があればその道の学校にやるでしょうまたスポーツが伸ばしたければスポーツの強い学校に送るでしょうそのようにいつもゴールから私たちは考えていってるんですね。でも創造論進化論にはないのは神様の御心なんです。人間を作られた、 どんなに重度の障害を持って生まれても一人一人神に愛され幸いな人生を生きるように計画してくださった神様の御心が世の中にはないんです。でも私たちにはそれを持ってるんです。誰もが主に愛され誰もが幸いな人生を生きることができるという信仰を持っています。 ですからまあクリスチャンの親であればですね神様の価値観と、まあ、時代の期待ですねやっぱり子育てってすごく比較するでしょよその子はあそこに行ったここのこっちに行ったとかねもう絶えず親はもう子育ての間比較と戦いながら生きてくると思いますですからまあ選ぶことができるんですねで日本の教育っていうのは 教育では成功したんですけれどもじゃあ今の時点では最先端の教育を言ってるかっていうと逆かもしれませんね成功したからこそ動かないもうその組織を変えることができない大きな巨大な船ですよねだからどちらかというと時代の変化にはまあ遅れてるかもしれませんただですね 私も教師をやってましたから、教師って本当にいい人が多いんです。もう熱心で、献身的で、真面目で素晴らしい先生がいっぱいいるんです。だから私は学校の教育も素晴らしいです。うちの教会にも校長もいますし、教育委員会の人もいます。彼らは一生懸命現場を神の国にしようとして、頑張っています。でも、どんなにいい先生だったとしてもですね、 神の国のの国価値観の教育はできない神を恐れるっていうことを見せることはできないんです多分私が学校の教師になったのは大人のモデルが毎日生活している大人が先生だったからなんですいい先生がいたから先生になろうと思っただけなんですでチャーチスクールの子どもたちはですね献身者がほとんど献身者が先生なんです また素晴らしい子どもを愛するいろんな先生先に生まれた先生方が先生なんです。ということは子どもはですね教わるよりも見る方が影響力を受けますから、えーまあ、ただね教育っていうのは10年先20年先にしか出てこかないんですよ。私は信じています。もう、まあ、16年やってきましたから あの全員がねすごいいい道に行ったとは言えませんけれどもほとんどの子は信仰を持って今それぞれ輝いてやっていっていますですからまあ信仰ですねでこれで見ていただきたいのはですね多分子どもの教育が大切だということが皆さん分かっているのでこの「アワナクラブ」で小さな子からしっかりね土曜日にね、えー 真理を教えていらっしゃるんだと思います。この過素性が一番大の時期っていうのはこの若い時なんですよ。小さければ小さいほど一生が影響が残る時なんです。まあこういう言い方したら失礼ですけれども、なんて言いますかね、この一番子供にとって大切な時期を私たちは学校っていうね。 進化論を土台とした学校に預けなければならないいや先生当たり前でしょうそれが義務教育でしょうと思うでしょうでもよく考えてみると個性の尊重とか言いながらですよ本当に多様性の時代と言いながら教育だけは選べないとしたら何かおかしいと思いません選べてもいいじゃないですかでも選べないんです。 でももし小さくても大きくても教会が教育に目覚めていや私たちでも子どもを預かることができるんだっていうところが増えてきたら子どもの立場になってください。うまくいけばいいですよ。でもいじめにあった何かでいけなくなったでも選択肢ないんですよそこしか。 あでもあここの教会だったら自分を受け入れてくれるうちの教会なんかそうなんですね本当にに一時的に何ヶ月ととか、ね、受け入ったこともありますでもそこからまた公立の学校に帰っていくというパターンもありましたもちろんずっとそこで卒業する人もいますけれどもその選択肢ができた作ることができただけでも私の中では神様の栄光だなと思います。今日はですねあの 2時に終わりますけれどもなるべく多くの質問に答えたいと思いますのでまあ聞きながらぜひあの語れないところを聞いていただきたいと思いますもしですね神の国の価値観で教育をしていくとどうなるかっていうと必ずまあ夫婦の絆っていうのは強くなっていくんですねまあ神様に従っていくならですよでも学校ではそういうことはまず教えませんで一番苦しむのが まあ私もそうでしたけども「片栗粉子」っていってですね片親がクリスチャンで片親がクリスチャンじゃない場合子どもたちはですねまたクリスチャンであってもはっきりこう価値観がしないとですねやっぱり世の価値観で育てながらいざとなると神の国の価値観ってなると子どもはこう揺らいでいきます。す お語りしたいのは、学校に子供を任せるのも違います。チャーチスクールができたらチャーチスクールに子供を任せるのも違います。教育の基本は家庭です。これだけ間違わないでくださいね。あくまでも家庭が一番大切なこの過疎性の台の時に影響を与えるんだということをまあ見てほしいと思います。 じゃあなぜうちの教会が16年前にチャーチスクールを始まったかっていうとですねこれが長女の幸代っていうんですけども、えっと、小学校彼女が3年生の時に、まあ、隣町に引っ越したんですけども子どもたち全員3人ですねいじめに遭いました。でこの幸代はうまくいってたんです。息子がが、ね、かなりり性格が変わりました それは1クラスしかねずっとないところに入っていじめられたわけですからでも社長はうまくいってたんですでも中学校になっていじめにいじめの対象にあってしまったんですまた田舎でね牧師の子なんていないんですよクリスチャーも少ないのにねで私たちはこう考えたんですその時の私の考えまあ元学校の教師もやってましたから学校って行くものです 教育は学校にまくさるものですしつけは親がするものですこれが私の考えでしたまあいじめってあるよねってまあいじめはあるけど負けるな、まあ、九州ではやったりやり返せとかね <laughs>、まあ、そこまでは言いませんけれども、まあ、いじめはあるよってちゃんと話し合ったらいいんじゃん家内の信仰ですけれどもこういう時にこそ不登校の時にこそ信仰で解決することが主の栄光 さっちゃん祈っていこう。大丈夫神様助けてくれるからが私の本音ですですからチャーチスクールをやろうなんて牧師忙しいのになんで教会でまた学校するこんなことできないっていうのが私の心でしたでもですね学校の先生が来てですね向き合ってまあ幸男もう何度も叶えてハグをしながら祈りながら。 分かったことはですね、え、昔のいじめと違うってことなんです。すごいいじめる女の子がいてですね、まあ、ボスですよ、見えないんです。その部下を使って陰湿ないじめをするんです。で、先生方も調べてやっと3ヶ月後にこの子がこの子たちを使っていじめてたっていうことが分かったんですね。 昔のいじめってこうなんか、ね、落書きをするとかねなんかこうのけ者にされるとかはありましたけれどもあこんな時代なのかって思いましたね。要するに年を取れば取るほど昔の学校はね教育ってねと思ってるわけですよでも今生きてる子どもたちは私の知らない問題の中で悩んでるんですね。で学校に行けなくて3ヶ月。 皆さん、子供はストップしませんよ。子供は学校行けなくなったらそのままなんですただ時間だけが過ぎていくんですでその時にまあ考えもしなかったっていいますかね当時チャーチスクールとかホームスクーリングがムーブあのなんていうか日本で始まったばっかした時ですよ一言大変だな大変だろうなとか思いながら。 でも自分の子供が行けなくなった時に子供のためにこれは学校を作って、まあ、行けない間は教えてあげないといけないと思って立ち上がったんです。でちょうどくみ、まあ、さん来てくださいましたけれどもフィンランドでセルが始まっていたのでちょうどその日本で「フィンランドメソッド」っていうねフィンランドの教育は世界一だっていうのがちょうどあった時期なんですね。ああじゃあたくちゃんのとこ行こうということで娘を連れてフィンランドに行って で帰ってきたときに、じゃあ作ろうと。じゃあお父さん、学校作るわってが始まったんですね。今考えると、私たちは学校は行くものを学校に任せればいいって考えてたんですけども、神様はそうじゃなかったみたいです。私たちに学校を作るという栄光の表し方もあるよというねことを教えてくださったんですね。 ですからこれは皆さんに当てはまるかどうかは分かりません今私は7つの本質とかコーチングとか全国でよく教えるんですけれどもその中の原則にですね神様の御心に従うなら神様も参加してくださるっていう教えがあるんですねいい言葉だと思いませんです。神様の御心だったら神様は必ず応援してくださる で立ち上がった時にですねここ、まあ、にもありますけれどもたくさんのスタッフが与えられあのバスも与えられてですね2016年にスタートしましたでそれからですねそんなに多くないんですうちのチャーチスクールは、えー、本当にいつも10人程度ですけれどもあもう来年卒業したらいなくなるかなと思っとまた神様が送ってくるような感じですとても家庭的なチャーチスクールなんですけれども。 今日まで続いてこれたんですね。まあ、これさっちゃんのアルバムから撮ったんですけども、とにかくまあ差別化ですね。あの私は公立学校も応援してます。でも、チャーチスクールにしかできないことをねさせてあげたいなっていうことで、まあ、一緒に16年間子どもと育ったかなっていう気がします。 チチャーチスクールを持った恵みをいくつかお話をしますとですね信玄の23の2425にあるように神に従う人の父は大いに喜び踊り知恵ある人の親はその子によって楽しみを得る父が楽しみを得あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよ多分クリスチャンであればですねまあもちろん勉強ができるスポーツができるそれも嬉しいかもしれませんけども イエス様に愛されてるんだということが分かってどこまでもイエス様を信頼していく子になったら嬉しいと思いません一緒にお祈りができる一緒に主の働きができる子になったらどんなに幸いでしょうかまあ今そのことを私は味わってるんだなあって思います教会も親も教師も常に信仰できたもう信仰です 第一、先生方が今3人いるんですけれども生活してるわけですからもう本当にこう信仰ですね公立に行ったらお金いらないんですけどもね、まあ、これも信仰ですで普通教会って平日しまってません日曜日か祈祷会か土曜日のアワナクラブかいっぱいですよねでもチャーシースクールしたらですね 全部365日夏休みとか冬休み以外は子どもの声が響くんですこれはねうちの過疎化の町にとってもですねすごいですよ子どもの声がもう年中響くっていうのはすごい神様の祝福だなと思いますそして人材ですねこれ鍵なんですね先に生まれた人はみんな先生なんです 実はクリスチャンというのはいろんなキャリアを持ってらったり経験をなさっている先に生まれた方がいっぱいいますすることがないなんてこうね年を取って言う方がいらっしゃるかもしれませんけれどもチャーージスクールできたらいいっぱい仕事があります。第一中学生のですねご教会以外の美術とか技術とか先生方揃えるの不可能ですよでも教会のメンバーが 先生になっていただいたらこれはね、その先生その人方その信徒の方も生きてくるんですこれはね、すごいビッグチャンスだと思いますねそれとまあ私たちのゴールは弟子化なんですねイエス様に結びつけてイエス様に聞き従うですからイエス様の弟子化は進んだと思いますで、何よりも子供の時に献身者や献身的な人にふ触れ合える これは本当に大きな影響を与えますね。で、まあ献身したいっていう子供がで,できたらまず教師をさせるんですね。教師をしてもらう手伝ってもらうんです。ですから、これは本当にまあ、ウィンウィンとて言いますかね。教会としてもいつも動いてるし、健診者は教師として子供を育てるし、子供が先生を育てるっていうね。まあ、そういう効果があります。 で、ぜひ覚えてほしいのは、私はチャーチスクールをしろとは言ってません。これは導きに従ってください。まあ、以前のようにですね。地の主を世の光として、公立の学校で、主の栄光を表す。これは、まあ、一つの栄光の本堂だと思います。これ、とっても大切な考え方です。後でも話しますように、うちのチャーチスクールはですね。月に。2日間は公立学校に登校させるんです。 そこでも友達を作って、そこでも祈るように。あの、絶対対立しない、喧嘩しないようにしています。でもう一つの道はですね。まあ、私のケースと同じように。チャーチスクールなんて、できっこないと思ってるかもしれませんけれども。教会が、まあ、昔の日本でいうならば、寺子屋でしょうね。 教育の本質が家庭であるなら教室の本質が寺子やお寺さんや昔の教会が集めて子どもを教育していたようにもう一度この時代なるべく少人数でその子に合った教育をするというのはひょっとししたら最先端かもしれません。本拠自身で最も古いんだけども最も最先端のやり方かもしれません。 今いくら教師が素晴らしいと言っても30人のクラスを受け持つこれはね教師の方は多分無理だっていうぐらい今多様性の時代なので大変だと思いますフィンランドはね先生方にすごくお金かけるので大体12人ぐらいでしたねそれでも23人つけるんですでも日本は予算つけませんから、まあ、そういう時代であるならばひょっとしたら教会が学校を起こすっていうのは 最先端なのかもしれません子どもには親を選び学校を選び先生を選ぶ権利はない選べないわけですねそもそも公立以外に多様性の時代個性の尊重と言いながら選ぶべき学校がないのが現実です教会が小さくてもチャージスクールを持つことができたら選択の幅を広げるのでそれだけでも神様の栄光になると私が思うこれは私の考えです 先ほど言ったように公立とは対立しない、まあ、うちの学校のやり方ですよでもですね16年間やっていくとですね認知されるんですよ。今学校の先生たちが、まあ、特にね大変な子連れてくるんですけれどもお願いしますって昨年なんと四国のお坊さんの息子さんが今来ていますもうはっきり福音語りますよ 救い導きますよ大丈夫ですからお願いします。今その子は変えられていっています。まあ最初はですねやっぱり信仰っていうのは理解されないんですけれども正しい道を見心をやっていけばだんだん認知されていくんだと私は思います。まあ今は協力関係ですね。で学校の先生もよく言います。学級崩壊 どうこうアスペルガーの子どもたちいじめモンスターペアレンツ先生方も苦戦して戦っておられますあのねうちの息子、まあ、娘が月に2回あの公立の学校に行くでしょしたらねこうある時こう言ったんです。お父さんまあ全部ではないんですけども学級崩壊したクラスだったたまたまねお父さん授業全然できないって。 1>, 1時間先生が静かにしろ静かにしろで終わってしまうってクリエットの生徒ってみんな先生の話聞くのにって言った覚えがあるんですこれは例外中の例外かもしれませんほとんどのクラスはうまくいってるかもしれませんでも日本全国を見ていくとかなりの割合で先生方は苦労しているということを聞いています公立の先生であっても私たちであっても子どもを愛し 成長を願うのは同じです課題も同じでです。ですから絶対に公立の学校と対立してはいけないと私は思います。まあ、ウィンウィンでいきましょうということですね。それはですねもう最初からイエス様の弟子を育てる人の弟子じゃないですよ直接イエス様に結びつけイエス様に聞くことを教え イエス様に従っていく喜びを教えることができます。修学旅行を宣教にできます。これはものすごい特権ですね。そしてまあ弱みでもあるんですけれども、小グループは強みです。学年を超えて、皆さんあの坪井栄の24の瞳って知ってますか？うちの教会で、ね、もう海が近くで、あの岬の学校が見えはしません。けれども同じ方向にあるんです。 あの映画を見てもですね、一人の先生が24の瞳ですから12人の子どもたちをね戦日育てる物語ですねまああんな感じですね大草原の小さな家のような感じですうちの場合はね、まあ、そういうことが可能ですそしてこの教会もそうかもしれませんけれどもたくさんお客さんが来るので、まあ、いろんな外国の人と交わりができますそして同じチャイススクールの意思を持った まあ教会ともネットワークで助け合っています。これが今私の感じるチャーチスクールのできる特権ですね。でも課題もいっぱいあります。それは簡単でないですよね。学校を作っちゃって子供たちは基本的にずっとここに行くんですから。まあ世間の人は言いますよ、あこの子たちなんか落ちこぼれた子とかね、あフリースクールなんでしょって言いますよね。 もちろん行けなくなった子は切ったりもしてますけれども私たちは弟子を作るっていう、まあ、誇りを持ってますから、えー、認知されなくてもやがて認知されるんだと信仰、まあ、でずっとやってきたわけです。まず一番目の課題たくさんの人数の要するに社会性や集団性をどのようにつけるかですね。でも今日本の社会ってもうこれ壊れてきてません会社とか。 昔はこの教育をゴールに作ってたけども今は個性だとか創造性だとか少人数だとか言い出したんですよ。まあ、これはよく考えてます私たちは考えてます。そして良い教師や奉仕者をどのように確保するか、まあ、これも祈りの課題ですけれども主は与えてくださいますね。一番大きな課題は先生方の給与です。 学校の先生は公務員ですからお金をもらいます。今の金子先生がねあの議員に選ばれてまあフリースクールの無償化とかねそういうことを働いてますけれども一切援助なしです。ですから信仰です。教会はかなりお金を出しています。そしてまあ二家族のまあ一家族半かなまあ給料が出ている感じですね。でも彼らも信仰で今。 NPO 法人をとって献金を通して今3人の先生が常駐で食べていけていいけますここは一番課題ですけれども開拓伝道と思ったら同じチャレンジを先生方はされています。でお子さん先生方や子どもを預ける人の一番の悩みは「受験大丈夫?」「内申書どうなの?」「将来大丈夫?」 内書はないです通知はないですって言っても過言でないぐらいに公立から行くものはいいものは行きませんでも胸を張って言います大丈夫です高校の先生の立場になったらですね内成績で判断しまあよっぽど悪い内申書かよっぽど点数が接した時にのみ内申書を使うだけなんですね ですからこれは本当に心配ないんですけれども学校の先生方がね私の時代もそうですけども脅しに使うんです。お前らちゃんとせんと内心症悪くなるぞとかねこれは脅しです。まあ,あの16年間やってあのこれは問題ないっていうことは私たちは分かりますけれども、まあ、親御さん分からないのはまあ当然かなと思います。えー、少人数の逆にデメリットもあります。 まあ私はやっぱり人間は大きなグループ集団中ぐらいのグループそして小グループ個々の訓練というのはやっぱり必要だなと思います、まあ、ですからこれは、まあ、あのデメリットではありますけれども、まあ、いろいろ工夫すればできないこともない問題ですね、えーまあ、親御さんとの関係や教会との関係そして運動場や施設ですね これ準備をしながらですね、うちの教会は田舎ですから、チャーチスクールができて確かに祝されたなって、まあ、広い街道も与えられて、運動場も与えられて、駐車場も与えられて、あこれチャーチスクールのおかげだなって、今回思って準備をしました。まあ、多分神様の御心に沿った選択をすると、いろんな面で神様は祝福をしてくださるんだなと思います。でもう一つはですね、航空がないので、結構電車とか、 バスとかか遠くから来る人がいます。でもう一つは、まあ、親御さんがね自分の子供が学校に行けなくなって必死ですいろんなところから電話があり北海道とかね「寮がありませんか寮があったら預けたいんです」まあ、でも今ないのであの預けられないんですけれどもでも今一人ですね愛知県から。 お母さんと娘さんが三年2年か3年前に来て、まあ、実家があの高松にあるっていう車で1時間かかるんですけどもそこに引っ越しをしてきてその子が今帰られていっていますだからニーズはあるんです本当にニーズはあるんです子どもたちには学校を選択できないという現実があるんですだからニーズはいっぱいあるんですね で親の立場からするとですね月謝ですね。うちは2万何本安い方だと思いますけれどもまあ一人いろんな商費も入れて月3万ぐらいかかるのかなこれは子ど,子どもさんがいっぱいいるところとか大変な経済的に大変な家庭は本当に大変だと思いますまあでもやり方によってはですねこれもどうにかなるのかなとも思います要するに信仰の世界なんですけれども。 もう終わって皆さんの質問の時を持ちたいと思うんですけれども最初に話したように学校に任せるのも違うしチャーチスクールができたからといって教育はチャーチスクールにねって任せるのは違うってことだけ覚えてください。教育の主体は家庭です。でもチャーチスクールをもしなされる場合は信仰がいります。自分もも先生のつもりで 自分も成長するつもりで子どもさんをやられるならばすごく成長する時となると思います、えー、実はですねその愛知から来た子は高校生もまあいたいということで,でもう一つは牧師館古い牧師館を壊して寮ではないんですけれども6人ぐらいホームステイができる 施設を作ることになりましたこれも神様の本当に恵みだなと思います。これぜひ覚えてください。ブ、えっと、リッジ・フォー・ピースの雑誌に載ってたんですけどもユダヤの考え方によるとですね一人の命を救うことは全世界を救うことに匹敵するんだ。ですからあのホロコーストで一人のユダヤ人を助けた。 でも今はこんだけの子孫が増えてるその写真が載ってましたけども一人の学校に行けない子一人の公立では生きない子がもし受け入れることができるとしたらひょっとしたらその子が世界を変えるかもしれません。いろいろな事情の子どもがいますけども大切な最も大切な時期をですねチャーチスクールで過ごして。 良い影響を受けて回復した物語を、私は16年間見てきたんだなと思います。これで一応終わりなんですけれども、この言葉大切なんですね。第一コリントの3の10から11に、ですね、パウロがですね、まあ、11節だけ読みますけれども、誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできない。だから最初に話したように、日本は神を認めない教育の土台をきっちり据えちゃったので、 ななかなか私たちの心にに福音が入りにくいんです。でも若い頃にキリストが主であり主は生きていて私たちを愛してくださっている本当に生ける神であるという土台が据えられたらどんな素晴らしい子供が生まれてくるでしょうかワワクワクしてください。せっかくですからねちょっと。 写真だけ見せてこれが私の中学校の昭和61年4月大学卒業したての私です私は人から愛されて育ちましたでもこの時期に十字架が分かって神の愛が分かったんです神の愛が分かった時にこの仕事も捨てることができましたでも捨てたとか偉そうに言いますけども得たんですね 神の愛が分分かったたににに人は世界をを変えるるめに自分を捧げるようになります、まあ、もし導かれるならばこの石川県のどこかでチャーチスクールが起こされて本当に救われる子どもたちが起こされることを願ってやみません一言お祈りして質問のとりともしたいと思います天のお父様ありがとうございますつない足りないご奉仕だったかもしれませんけれども一つでも二つでも心に留まり またチャレンジや信仰が与えられたらどうぞ神様あなたの御心を皆さんの上になさってくださいそして一人の人を救うこと一人の人が変えられることが世界を変えるという聖書的な教えを通してどうぞ人生がここで変えられるまた皆さんを通して変えられる子どもたちが起こされることを願います栄光は主のものです私たちを憐れんでくださいイエス様の皆によってア はい、ありがとうございます、えー、ありがとうございましたでは今から、えー、残された時間で質疑応答の時間を持ちたいと思いますこのマイクを使って質問をしてくださいあの質問のある方がいましたら手を挙げてくださればこのマイクをそのところまで持っていきますでこの声は YouTube にも残りますのではいマイクをしっかり、えー 使って質問してくださると感謝ですはいでは質問のある方はいるでしょうかはい一人目どんなことでも大丈夫ですよではあのじゃあ私から一つ質問をしますあのクリエイトのチャーチスクールでうん あのどのようにしてあの今先生方の給与のことについて話をされましたけどどのようにしてその給与が与えられているのか具体的なことです、ね、はい具体的なこといはい、はい、えっと最初の頃はですねかなりボランティアだったんですねでまあ3万円ぐらい取りますまた兄弟割引とかもある,んですあるので、まあ、それを分けていくと、えー、最初の頃は 若い、まあ、先生方はもう本当に3万円とかねバイトしながらとかねだったんですでもまあこれではいけないということで今教会はですね月々8万ぐらいまず,まず補助をしていますでこういう電気代とかそういうのも、まあ、1人1,000円だけであとは教会が出していますで彼らもまあ信仰で、まあ、自分はこれに召されているっていうことが始まったので NPO 法人を取ったんですね そして皆さんにこの働きを協力してもらい献金が与えられで本当に神様不思議なんですけれどもクラウドファンディングってあるじゃないですか。でそこを見つけてですねこういう働きをしてるんだっていうことを言ったときにあの南アフリカの多分クリスチャンの企業だと思うんですけども日本のクリスチャンで何かこう主のために良いことをしている方に献金をしたいということで。 年間250万ぐらいするところが3年間与えられたんですね。でそれはまあ今は滞ってるんですけども今はそこでも150万ぐらいかなそしてかなりいろんなまあ卒業生とかも含めて協力者が与えられてえ今はまあ十分ではないと思いますけれども一家族と一人十数万ちゃんと社会保険でも入って。今は若い先生が まあ8万ぐらいかな社会保険入ってるから入ってないかな、まあ、そのぐらいのところまで来てましたはい奇跡だと思いますまあ私の教会のケースですからねはい、はい、次の質問の方高岡バプテスト教会のあ違いますね <laughs> 目が悪いいい、いから申ししし訳ないでです。すす。中央教会ですね。はい、よろしくお願いしま,すまあ考えはまだきちんとまとまってないんですけどあのそこを卒業した子どもたちっていうのは普通にあの公立の学校を卒業した子どもたちと同じようなあの認定がされるのかどうかっていうことですねあの、まあ、義務教育で小学校も中学校もあの修了しなければいけないっていう状態ですから。 そのクリエイトを出たっていうことが小学校をまたは中学校を卒業したと認めてもらっているっていう状態ですかはい、はい、いい質問だと思いますあの公立とこう対立をしないってあるように国の法律では義務教育ですからどっかに属さなければならないんですねですから一応中高は属していますででも実際にはいかないので 出席日数はまあ足りないわけですね。でこれはですねもう本当に不思議なんですけども県によって考え方が違うんですね教育委員会。で徳島から来てた子はですね教育委員会の方が頭を下げてこの子をぜひ受け入れてくださいとクリエイトの出席は公立の出席にしますって言ったんです。でも地元の香川県はですねとっても保守的です。 すごく対抗する勢力のように見えちゃうんでしょうね教育は私たちに任せなさいという感じでだからまあなかなか認めてくれないし認めてくれなかったんですですから一応あの公立には今在籍させて二回生かしているので前は全然生かしてなかったんですねですから一応先生方もよく知っているし16年間いるとです、ね、もうほぼ川川県の先生方はクリエイトの存在が分かっていると思います でまあ、うちの教会にも先生方が何人かいらっしゃるのでねでその中で決して競合して非難し合う存在ではなくて子どもたちのためにまあいい働きをしてるっていうことを認められたんですね多分ね昔はななあのなんて言いますかねとにかく学校には行きなさいって親も先生も言ったじゃないですか。でも今は ほあの,他の県では知りませんけれども言えない時代なんですよねいじめられてあ、まあ、とにかく学校に来なさいってこう言っちゃいけない時代が来てるんですよじゃあ行かなくていいって言いながらじゃどうするのってもう行けないわけですどこにもないからということはまず時代が変わったということですねそして、まあ、心配なさったことは全然心配じゃなかったです一応学校は卒業証書を出しますで高校がなかったのでほぼみんな受験をして 16年間高校入試落ちた子いないなんですみんなちゃんと普通の高校に行ってじゃあ高校に行ったらチャーチスクールしか知らないから子どもと不適応になるかそんなことないすごく適応するどころか、まあ、うちの子なんかですね先生方は「ようこんなまっすぐ育てたね」ってこう言うようなねあ本当にそれはまあ親として嬉しかったですね。 で大学もちゃんと受験をしていますし大学に行く子は行くし行かない子は行きませんけれども全く損傷がないっていうかね、はいまあ、うちの場合は、まあ、一番心配なさるところだと思います良い質問ありがとうございます。 で,ですねクリスチャ、えー、キリスト教系の小学校とか中学校高校ってあると思うんですけど全国にもそことあのチャーチスクールっていうこの位置づけってどの辺りが違ったりとかあ、まあ、違う点とかこう特徴とかもですけど何かあのどういうふうにこうそこは考えられているかを。はい はい、ありがとうございいいますすそれもいい質問です、ね、あの香川県には全通に四国学院っていう弘法大師の生まれたところに宣教師が建てたミッション系の学校がありますで私は福岡にいたので福岡はあの西南とかねオリオとかでもう福岡もむっちゃくちゃあのミッション系の学校がありますで何が違うかというと最初は一緒だったと思います最初は名前の通りにミッションスクールですから 宣教を伝道すすることと主にやったんだと思いますでもですね、まあ、うちの教会もそうかもしれませんけれどもどうしても経営とか関わってくるとですねやっぱりこう日本ではですねミッションスクールまあ教育の中にクリスチャンが入っていって成功した国なので伝統があるんですねミッションスクールは。するとだんだんこう進学率が上がってくるんです。 あそ,この高校あそこの小学校に入れさえすればいい大学に行けるっていうまあ多分噂っていいますかねそれ実際にあると思うんです。福岡でも西南に入ろうと思ったら大変ですからそうなってくるとですねまああのいつどう変わるか分かりませんけれども最初のスピリットよりも だんだん学校が大きくなっていく。建物がきれいになっていくお金がかかっていくっていう中で、どんどん未信者の先生方を入れるっていうパターンですね。だから信仰が薄れてくる。そして、本来のま地の塩世の光としてのこう、潮気がなくなってくるパターンが多いのかなと思います。でも全部じゃないと思います。今もそこで頑張ってる学校もあります。でも、チャーチスクールも下手すれば。 初心を忘れれば同じことを繰り返すんじゃないかなと思いますね。まあ今も使用権のあるいいあのミッション系の高校のことも高校とか中学校のこともいくつか知っています。でももう今も全然ダメというところも知っています。まあ一概には言えないと思いますけど、そこかなと思います。はい。 先生方皆さん多分ボランティアの方も多いと思うんですけど、はい、その先生方の間で信仰に関してとかミッションに関してどういうふうにどのぐらいの何んですかね例えば週に1回一緒に乗るとかそういうどのぐらいそのあのミッションに関しての,そのす位置一一するための,その,、はい、の取り組みをしてらっしゃる。 基本的にはですねまあびっくりするんですけれども、まあ、フィンランドのメソッドでも違うイスラエルのタブルータっていう新しいねあの討論型の、まあ、教育スキルっていうのはいろいろ学べるんですよね。でも私が見ていて私が教師をやってたんですけども今3人がやってるのは逆にすごいなと思うね自主学習法なんですよ。 だからたくさんの先生を必要としない基本的には3人の先生で回るんですねだけども、まあ、社会の特別授業とか理科の実験とか、まあ、美術とかで美術の元先生だった人もあの未信者であのいらっしゃるんですねその方は月に1回程度で音楽の先生は未信者の先生なんですけれども毎週1回これはボランティアになりますお金をちゃんと払っています ボランティアほとんどいないかななかほとんど交通費を払うかぐらいはできるようになったのでですから先生によっては週に3回ぐらいのボランティアの方もいらっしゃるし月に1回の人もいらっしゃいます、まあ、それは要相談でいろいろ工夫なさってるなとは思いますね多分学校のイメージだったらもう絶えず先生が教えてっていうのがイメージあるじゃないですかでもクリエイトの子は自主学習ができるんです だからかなりあの先生方を減らしても勉強できるって言いますか。そういうシステムを作ったんですね。はい。いい質問ありがとうありがとうございます。とても大切な。はい、えっとですね、教育の基本は家庭っていうこと。 おっしゃっておらねましたけれどもあのこのチャーチスクールに通わせているお子さんのご両親もうもちろんクリ,スクリスチャンだけですかねクリスチャンじゃない方おられますよね。もういますですよね。はい、で、えー、教育の基本は家庭であるならばあのもちろんその学校だけではなくて聖書的なこと。 その学クリスチャンであってもですけど学びを深めていくことって必須かなと思うんですけどそういう親御さんに対しての教育の聖書の学びというそういう教育まあ主の教育的なことをこうされていたりとかはするんですかああの布教の教育ですよね、はいはい、あこれはもうあの大切だと思うんですけど今も私は彼らに任しているので あのまあ、彼らが年に何回かこうセミナー的なことをしたりとかね、まあ、少人数なので放課後にこう先生方が話したりとかはよくしてるみたいですね、まあ、助けてあげるっていいますか教育っていうかねはいでその3人の専属の先生を私がコーチングしながらカバーしてる感じですねだから直接不警とは私関わってないんですけれども でもそのカバーリングっていうのはもう絶対いると思いますね。鍵だと思います。はい。はい、はい。ありがとうございます。はい、あの、その三人の先生というのは。あの、例えば。えっと、教える資格っていうか、教員免許というか。そういったものをお持ちの方。 なさってるんですかそれとも,も単にクリスチャンでボランティアで先生が教育法というかそういうものを教えてなさっているのかあの教会の中にいろいろなメンバーがいて先ほどもおっしゃったようにタレントがいっぱい持ってらっしゃる方もあるし私も,もうかなり年なんですけど一応英語の教員資格というかそういうのとかも持っているっていう人間もいるんですけどそういう方がその ほ,ほぼボランティアとかそういう形でその内アーチスクールに関わるといったことに関してもどのぐらい許容されるのかっていうようなこともちょっと知りたいと思いまして、はい、とてもいい質問でこれはうちの業界でもですね世の人はですすね必ずそこを聞きます学校を作ってるけどみんな教員の免許持ってるのっていうね で実際私は持ってるし、まあ、家内とかも持っていてやっていた最初は私が校長をやってたんですねでもまあ若い人に変えた時にその、まあ、皆さんそれぞれ学歴は持ってるんですけども教員の免許は持っってなかったんですねそれで今校長先生の,あの T さんという人がいるんですけどもその姉妹はですね、えっと、2年前にね通信で撮りました。 だから校長が免許を持っているので,であとは今度はこちらの基準ですね教会側が先生となる人のまあ人格面とか信仰面はちゃんとチェックする必要があるのかなと思ってますけども、まあ、でもですね、まあ、気は見てわかるので本当に子どもが変えられている姿を見せれば もう誰も文句言わないですね。はい、まああればいいと思いますけどね。はい、あのえっ、ー、と先生牧師をされながらの校長先生でいらっしゃったと思うんですけれども、あのどれぐらいそのチャーチスクールの働きに時間をまあ。 悪いけど取られたかっていうかそ,そちらに時間をかけなければならなかったかその、えー、ぼ牧師の仕事とジャッスクールの仕事と、えー、ちゃんとなんていうんですかねどちらもかけることなくできたのかっていうことをちょっとお聞きしたいですはいあの、まあ、私の教会、まあ、幸いにこう教会の本質っていうものを学んでやってきたのであの 牧師が全部をやるっていう形からリーダーを育てていく、まあ、コーチングしていくっていう形でですからチャースクールに関わったのは本当数年だけなんですでその後はコーチングで彼らをこう、まあ、整えて育ててで彼らに任せてですから競合しなかったっていいますかあの、まあ、リーダーたちが育っていってくれたのでだから今も、まあ、チャーチスクール全然関わっていません。 時々フラーと遊びに行く程度で、ちゃんと彼らが回すことができているようになったのででまあ本当にこう、まあ、幸いだと思うんですけれどもチャーチスクールがあったからこそや手伝いたいとか、まあ、これに献身したいっていう人が多分与えられたのかなと思うんですね。で牧師はチャーチスクール全体よりもそういうふうに立ち上がった人を整えていくっていうことが まあ仕事だったような気がします。で、まあ立ち上がってしまえばもうこちら手を引くことができるので、でもでも全く的1ヶ月に1回はこうコーチングをしながらね励ましながらやっていこうねっていう感じでさせてもらっています。はい。ありがとうございます。す、ね、でに今のお話の中で答えがあったかと思ったんですけれども、えっとですねあのどのようにして 教会このチャーチスクールが教会の、えー、働きであるということを、えー、浸透させまた、えー、一応するに至ったかっていう、ね、どのようにそのようになっていたかということをちょっとお聞きしたいです。あ、そうですね。本当にいい質問ありがとうございます。そもそも私自身がチャーチスクールなんて考えたことなかった人間なので。 必要,のまあ、必要こそ発明の母ではありませんけれども自分の娘が行けなくなったので作ったのがきっかけじゃないですかで最初一人でしょでも自分の子供たちにチャーチスクールに行く公立に行くって言ったらその妹がまあ長男はですね俺は公立がいいと言ったんですでも妹は二人はですねあのクリエイトがいいと言ったんですだから最初は二人から始める予定だったんですよ でもこれを看板上げた時に徳島の教会の先生の娘さんがですね自分も子供が行ってきますと言いながら34時間ずっと自分の家を回りながら帰ってくるのが3ヶ月続いたのを知らなかったって要するに学校に行けなかったってで入れさせてくださいの3名から始まったんですよだから何て言いますかねチャチスコールをやろうとして始めたんじゃなくて そういう子どもたちの存在を知りながら。広がっていっちゃった感じなんですね。だからうまくいってたら、全然本当に考えないと思います。第一、仕事が増えるわけですから。でもニーズはあるんだなってことは、今。いろんな面でわかりますね。はい。すみません。答えになってないかもしれませんけれども。 教会ではあの、どのようにしてこのビジョン、このチャージスクールの必要性をお話ししたのか、教会はどのようにして一致していったのか、お聞きしたいです、はい、これもですね、まあ、あの本当に実際がこの学校に行けないうちの娘がいたので、まあ、小さく始めていって、まあ、それは皆さん認知しました。でもね、自分の子供となると別の話なんですよ。以前の私と一緒のように、学校に子供をやらせるもの。 学校に行くものこのこ概念は外れないいと思いますだから今もですね、えー、チャース,スクールにお金かけてってっいいう人はいますでも16年やってくるとやっぱりそれなりに分かってきてね自分の子は入れないけれどもいやこれも大切な働きだねってでも公立に行ってる子も公立で働いてる先生方も大切な働きだねってやっと理解できるようになった時間かかりました。 今そのレベルですす。ね。はい、ありがとうございます今の水村先生のお話の中で、はいえっと、お子さんにチャーチスクールに行くそれとも公立に行くっていうあの子どもさんに選択肢を与えたっておっしゃいましたけれども。はい その時チャーチスクールってこういうものだよってどういうふうに説明してこう選択としてこう提示したんですかねチャーチスクールってどんなんだろうっていうのはこうああそうですねまあ、はい、モデルがなかったのであの子どもたちはまあお父さんたちが教えてくれる教会の人が教えてくれるっていうイメージしかないと思います。うん、そののよううにあのお伝えしたんです、うん、っていうのは 今もう石川県で立ち上がるっていう風になった場合やっぱりその始まった時の子どもたちは公立からこう移動してくるわけですよね。で今まで当たり前だったその生活親がそっちに行かせたいと思ってもうん、うん、やっぱ通うのは子どもたち本人なのでその今までの当たり前の生活で周りの地域の子たちはみんなそれが当たり前っていう。そその中からそっちを まあ親としては選ばせたくてもある程度大きくなってくるといやあっちに友達いるしとかあのじゃあチャーチスクールって何するのとかそのちょうどその変更していく過程をこう選んでいくときにどういうふうにこうお伝えしてそのお子様がチャーチスクールなら行くでも長男さんですかね俺は効率に行くっておっしゃったんですよね。 そうやってこうきちんと説明していったはいいけどあなんか違ったっていうことはなるべく避けあげたいなと思うのでこういったふうに伝えるほうがいいのかとかいわゆるチャーチスクールってどこもお一緒ではなかったりするのか一緒なのかす、ね、い違いまますすよね、はい、あの先生の場合はどのようにお伝えしたのかなっていうのが、はいまあ、具体的に今はすごいいい質問だと思うんですけれども。あの まあ要するにチャーチスクールを始めるっていうことは、経営者の立場で考えないといけないっいうところもあるんですね。ということは常時人がいて。経営が安定しないと難しいわけですよね。来たり抜けたりとかいうのはま困るわけですよね。そうすると、じゃあ抜けないようにするためにはいい教育をする。まあ、例えば子供が来たら成績が伸びるとかいい子になるとか。 ただもっとくると考えたのは私です。初期の校長の時代はね私です。でも次の先生たちはちょっと考え方が違うんですね。えー、えー、と思うんですけどね例えば今うちの子たちの中で小学校だけ行かしてくださいっていう人が入ってるんですよ。いや僕としてはねいやちゃんと最後まで行ったらいないなりまあこれも前の考え方かもしれませんけれども。 まあ、結果的にはですね。ここが受け入れるか、受け入れないか、別ですよ。ただ、選択できる、してもらえるっていうところに、今。まあ、彼らは価値観を置いてるので。まあ、あの、林先生ね、いろんな、ジャズスクール見られたと思いますけれども。もう完全に、こう、効率よりも、こちらの方がいいよっていう質を上げていくところもあります。でも、うちの場合は、それとっても難しいので。 選んでもらえるっていう意味においてだからですよでもその子たちが変わっていってる姿と、まあ、経,経済的にやっていけてるので僕の目からは不思議だなとかでもねまあ会えばいいけどもね、まあ、少人数だから会わなければ「あんた決めたんだったら行き道ないよ」とか言われると 厳しししいかもしれませんしね。はいまあ、でも教会としては努力はしていますこちらをいつも選べるような質の高さだからあの他の効率ではできないよいことをするというのはもう絶えず努力をしてますね、はいまあ、でも実際すると今の問題は出てくると思います。い,い質問会長です。 どうぞ何でもあろう私を困らせる質問していただいた方が嬉しいですぶっちゃけの話を出させるような質問でぶっちゃけどうなのってはいあの必要があったからと娘さん一人でもそのチャーチスクールっていう形にしようっていうふうに考えられたんですよねでその チチャーチスクールとかはあのその公にっていうかそのどっかに届け出をしたりとかそういう形でされたんですがその今はあのホームスクーリングっていうあのお父さんやお母さんが、はい、あの自分の子供が行けない場合に代わりに、まあ、学力が衰えないように、うん、あの一生懸命教えたりそれからフリースクールに行ったりとかっていうそういう方向があって信仰とはかあのちょっと違うんですけど あのその学力をキープするっていうことをメインにしてやっているところがかなり、まあ、あると思うんですでそのチャーチスクールっていうそのものがそのフリースクールやそういったものと同等というかなんかあの公に認めてもらえるものとしてなんか届け出をするとかそういう手続きとかはあったんですか、はい、いい質問ででですすねあのうちちのの場合はもう始まっちゃっっゃたたなかったんです でも実際にやっていくと、まあ、ホームスクールの方もたくさん始まった時期でねでもホームスクーリングはまあ私の目から見たらもっと大変じゃないかなってずっと家にいるのをねでもよくやってる方いっぱいいらっしゃるなって感心しますだから学校とは違うけどもちょっと集団ちょっと場所があって協力し合っていろんな先生がいるという意味ではチャーチスクールは強いかなと思います。ででもね、結局そこにぶち当たるんですよ。 そのまあ経営も含めてですねあのまあ要するに社会的には認知されないっていう弱さねそれで NPO を取ったんですですからまあ社会的にはフリースクールの,あのカテゴリーに入ると思いますうちの場合はね。でそれを取ったときにやっぱりいくつかの特権がありましてねまず社会的な認知やそういう献金が来るっていうことと。 学校の先生方もあそこだったら NPO を取っていると勧められるんですよあ。学校に行けなくなったらいくつかのフリースクールの一つですからじゃあここを紹介するねってだから今多分ね学校の先生がうちの学校を紹介してくれるのは NPO を取ったからだと思いますでも最初はただ教会でやっていただけですねはいありがとうございます あのスタッフの待遇面がさらに良くなっていくっていう展望はおありでしょうかあります <laughs> これしてあげないといけないなという、あのー、ありますね、はい、でそれは具体的にこうしていこうっていうえっとねまああのー、もちろん協会からの補助を上げることはできるんですけれどもあの、まあ、一番こちらも 給与面というよりも彼らが開拓伝道してるつもりでね、まあ、彼らがよりこう大人のクリスチャンといいますか成長していくということを一番願ってるのであのなんて言いますかねとにかくこうあの保護するために助けていくのは、まあ、多分先生方のためにならないだろうなと思ってるんですね。で一番先生方が今までもずっとこう戦ってあげてきたので。 それを助ける今回ですねあの父のココロハウスっていう教育館をもう私たちが住んだ牧師館が古くなったのでもう彼らに異常する形なんですねクリエイトにもうほとんど働きを、まあ、広い175坪ぐらいの広さがあるんですけども、まあ、教会としては半額400万を応援してあとはみんなの献金で立っていこうねっていうね だから信仰を持たない助け方はしません。信仰を必ず持たせて強めていって、まあ、たとえ彼らがこれからチ、まあ、ャッチスクールがどうなろうとしても,もう信仰で信頼されてやっていく器になっていくことを信じて助けていこうと思っています。はい、もう少しで時間なので1人か2人ぐらいから質問をいただければ感謝です。 どんな質問でも構いません <laughs>。あの今コロナとかいろいろ起きましたよね。そうすると子どもたちが集まって何かをするっていう時にかなりあの気を使って公立の学校でもそうですけど、やっぱりあの。 クラスターとかになっちゃいけないとかそういったことも気にしたりとかそれからあの学校だとやっぱり修学旅行だそれからなんかいろいろなイベントで、えっと、子どもたちをまとめてどっかへ連れ,連れていくとか,あのなんか研修を受けすなんかあの、まあ、学年ごとにいろいろあったりとかその、まあ、その規模っていうのはいろいろ違うと思うんですけどそういうその団体行動をとったりとかする時にもやっぱり。 相当の気を使ってやらなくちゃいけないことがあると思うんですけどその3人の先生たちに何か責任というか荷重がすごく大きく乗ったのか,かったんではないかなとか思ってちょっとあのもし私たちが始めるとしてもいろいろなそういったその社会的なこととかに対する配慮とかそういったものをなんか要求されるような気がしてそれで。 そういうい対応とかは今の時点で現代どんなふうになんかされているのかなと思ってありまして、はいあのまあ、普通の学校の先生方がものすごく気を使って、ね、な,なさっているようにあのクレートの先生方も、まあ、一般的にはちゃんとなさっていらっしゃいますねであとはあの、まあ、学校のだったら数百人規模で動かすんですけれども、まあ、十数人ですから。 そういう面ではもういろんな遠足とか行くのもあの学校単位では多分中止になるようなこともまあちゃんと注意をしながらできているかなと思います。まああの本当にこう私の目から見ても先生方は素晴らしいなっていうか本当にこう成長一緒にグレートとともに成長なさっていらっしゃるなっていうのは感じます。ですからまあなるべくまあ負担だけを負わせないでまあカバリングを。 協会がする必要があるのかなって思ってます。はい。はい、最後二人、二輪先生。え、今日はありがとうございました。あまあ、この前実際あの私はあ見させていただいて、本当に素晴らしい学校だと思っていている一人なんで、えー、でそこあそこでも結構質問させていただいたので 今、何かというのもあれなんですけどまあ困らせるかもしれませんけど先生の本当に大変な生徒が入学希望してきた際入ったあとそれが判明したというケースも想定してどういうふうな対応されてこられたのかもしご経験おありでしたらお聞かせいただきたいと思います。 本当に教育と福祉っていうのはやっぱ大変な人を受け入れると大変なので、なるべく避けてくるので、まあ、いくつかのルールですね、まあ、いろんな背景が、問題があったとしても、まあ、私たちの理念、この聖書に従うっていうこと、先生に従うっていうことを確約できるかはもうきっちりします、それが嫌だとかできないんだったらごめんなさいと、誰でも無理だと思うし、私たちも無理だと思うと。 まあいくつかのケースを言うとですねあの教育委員会の方から「この子を受け入れてください」っていう、まあ、A 君っていうんですね、まあまあ、まあ最初来た時に私の家内に向かって「おい美佐子」とかね「なんやこいつ」と <laughs> かむっちゃやんちゃする子が来たんですけれどもあのなんていうかなクリスチャンの視点の強さっていうかね1ヶ月もしないうちにね 雰囲気変わりますもんね。ええー、と思うぐらいね、まあ、だからやっぱりそれはその人数の力である程度の子どもたち、まあ、かなりこう育った子どもがいないと無理だとは思いますけれども長年やっていく中でやっぱりその外の子を受け入れていくだけの力っていうのはもう最初から多様性の中で生きてる子どもたちですからいろんな外国の人たちを受け入れたりとかするね。 でそういう子が行ったりとかですね、まあ一番感動しているのは今も同社かどっかの大学院にいるんですけれども、小学校6年生の時に来た時には薬をこんだけいじめに受けてですね精神的にやられてしまってメンタルの薬をこんだけ飲んでる子が来たんです。で本当にチャーチスクールでやっていけるのかなと思いました。でもその子がですねあのせんまあ 中国に聖書を持っていくと命の水があるじゃないですか。あれをよくやってたのであれに行きたいって言い出したんですねでまあその中であの一つのルールを作って親からお金をもらうのはだめだとまず祈ることと1年間かけてあの親と相談してね家の手伝いをしたら50円100円をもらうとでその当時格安があったので3万円ぐらいで行けたんですね。 1年間彼は貯めていったんですそっから、ね、彼の人生変わりました。たででイエス様と出会ったんですね。そしてもうどんどん癒されていって薬を飲まなくなってであれだけもう弱そうな子がですね今はねあのレスキュー隊に入りたいで,で今早稲田か慶応慶応かな慶応の大学にいますねまあそういういろんなケースを見てきました いいでしょうか。では、最後の質問になります。あ、違う。あ、同じ質問、あ、わかりました。では、最後に水村先生、祈、はい、っていただいてもよろしいですか。はい、よろしくお願いします。ちょっとこれだけ用意したら、見ていただきます。これ最後のね。元美術の教師だったり、こういうの好きなんですね。えっと、まあ、一番今日言いたかったのは、神と人に愛されるっていうことは。アイデンティティを確立することなんです。 土台なんです。一生離れない。で、まあ、子羊がいますけれども、みんな子供の時には小さいんですね。で、今回あの行きはですね、私の娘たちと一緒にあの石川県に来たんです。本当にこう神様が変えてくださったんですね。このアイデンティティでうちの子供たちで、ね、まあ、頭はあまり良くないかもしれませんけれども、一つだけ言えるんです。 むちゃくちゃゃくアイデンティティィ高いんですよどんなことがあっても私神様愛されてるもんどんなに失敗してもですねいやイエス様ってすごいもんって言うんですねいやこれすごいなと思ってね決して頭良くないかもしれませんけどもアイデンティティ高いんですよそれは神と人から愛されていることが分かってるからでそれを絵にするとこうなるんです。 ちょっと半分切れてますけども弱い子羊がライオンってイエス様ですよねイエス様と一つになった時に強くなれるんですこれを教えない限りこの子羊はお金とか名誉とか何かに頼って自分をごまかしていかないといけないんですこれが超アスクールの一つの目標なのかなって今思いますじゃあお祈りさせていただきます天皇お父様 本当にえー、あなたの栄光をあなたに栄光を回収しますただ恵みによって憐れみによっていろんなことがありましたけどもここまで来てこのようにお題を頂い,いたことを通してフィードバックすることができてただもう本当に神様の恵みでしたどうぞ皆さんがこれを聞かれて神様が何か語ってくださるなら御心が示されるならどうぞ主よ、信仰で立ち上がり 全員で応援していけるように助けてあげてください本当に主にお祈りをします主に栄光を回収しますイエス様の皆によってアメンありがとうございました